キューブ・キュービックは日産自動車でかつて製造、発売されていたコンパクトミニバン型乗用車。2003年9月3日、Z11 型キューブのホイールベースを延長した派生車種として登場。目標月間販売台数は3500台。搭載するエンジンは直列4気筒 DOHCCR14、D 型のみ、4速 AT とマニュアルモード付け6段変速 CVT を 組み合わせる。1400cc という排気量ながら3列シート、7人乗りが話題を呼んだ。外観でキューブと見分けられる部分はフロントグリルとリアエンブレムと微妙に長いリアドアイしかない。3列目シートの広さはあくまで緊急用と考えた方が良い。2003年10月第37回東京モーターショーに混乱とのコラボレーションモデル。 キューブキュービック混乱パートナーズを出展。2003年12月9日、オーテックジャパンの手による SUV テイストを持たせた特別使用車、トラビスを設定。2004年5月17日、7月末までの期間限定車、キューブキュービックプラス混乱及び特別使用車、SX リミテッド、EX リミテッドを発売。キューブキュービックプラス混乱は発売後2週間で、 生裁計画台数に到達し、5月末で注文を締め切った。2004年8月23日、専用フロントグリル、フロントバンパーを装備したエイジアクティブを追加。同日、プラズマクラスターイオンエアコンを全車にオプション設定。2004年12月1日、特別使用車 MD CD セレクションを発売。2005年1月20日、ライダー。 トラビスに期間限定車 HDD ナビエディションを追加。2005年5月24日、マイナーチェンジ。CR14 でに加えて T、ID、a やノートに搭載されている HR15、デイエンジン搭載モデル E-4WD 車が追加され、フロントグリルのウインカーは正方形から丸型に変更された。また、グレード体系の見直しが行われ、アジャクティブは RS 及び、 RX となり、フロントグリルのウインカーの形状は変更されなかった。変速機については、CR14 で搭載車に、電子制御4速オートマチック EATX、HR15 で搭載車には、エクストロニック CVT が搭載されることとなり、従来設定されていた6速、マニュアルモードは落とされた。また、キューブに搭載されており、キュービックには設定されていなかった。 E-4WD が HR15 で搭載車に設定された。4WD 車のミッションは E-8X。2006年1月24日、インテリジェントキー、オートライトシステム、フォグランプ、本革巻きステアリングを装備した特別使用車、V セレクションを発売。2007年1月17日、マイナーチェンジ。RS、RX を除き、 フロントグリルとヘッドランプのデザインがキューブと同じものに変更される。また、LED 式リアコンビランプも採用される。特別使用車、プラスナビネクストを設定。2007年6月5日、特別使用車、プラスナビ HDD を発売。同日、アンシャンテに新開発のスライドアップシートを搭載。2008年8月、報道機関に対し同車をベースとした。 電気自動車実験車両が公開される。8 0ットの新開発モーターとインバーターシステムがフロントのボンネット内に搭載され、ラミネート型リチウムイオンバッテリーを床下に配置した。なお、このリチウムイオンバッテリーは日産と NEC の合弁会社のオートモーティブエナジーサプライが製造する。2008年11月19日、キューブが Z12 型へ。 モデルチェンジしたがキュービックはモデルチェンジされずモデル廃止。これにより日産のラインアップからコンパクトミニバンが消滅した。これにより同社最小のミニバンは B30 型ラフ、エスタとなったが同社最小のミニバンとなる。キューブよりさらにスペース効率を進化させるという意味で3は立方体や三列シートの意味を表す。ありがとうございます。